はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ケニーチャンネルのケニーさんです。今日はですね、ちょっと外があのあいにくの天気なんですよ。雨がちょっとパラついてる感じなんですけど、ちょっとお散歩動画撮ってみたいと思います。で、いつもですね、この GoPro とあと iPhone ですね、いつもこのどちらかで撮影してるんですけど、まあ GoPro の方がですね、手ぶれが少ないのと、あと iPhone、 これあのもちろん電話でも使ってるので、突然電話とか LINE とかがですね入ってきた時も、こちらの GoPro だと困らないので、これでよくこう手で持って歩いてるんですよ。で、すごく前にですね、ケニーさんこれ首につけるタイプのも買ったんですけど、これですね、まだ使ったことがないんですよ。なので今日はですね、ちょっと初めてこれでお散歩してどんな映像が撮れるのかやってみたいと思います。はい、じゃあちょっと付け替えていきましょう。はい、こういった感じですね。で、ちょっとカメラ逆さまになりますけど、こういった感じですね。はい、今これ iPad 映ってますけど、こういった感じで散歩道を撮っていきたいと思います。どれぐらいこう画像がブレるのかとか、あとはですね、こう手元で、はい、こう何か作業をしたりとか、あとまあご飯を食べたりとか、そういったものがですね、これ今手が映ってますけど、これですね。はい。あ、すいません、ちょっともう雨の音が聞こえてきましたね。あ、でも手が空くので、はい、傘もさせますね。はい、いつもはもうカメラ持って、傘持って、あと携帯も持ってるので、なかなか大変ですけど、今日じゃあ傘を持ってお散歩していきたいと思います。せっかくなので、今ちょっとここ、どう映ってるか撮ってみましょうか。はい。今これ録画中ですけど、ここ。はい。こういった感じですね。どうでしょうか。ちょっと雨がかなり降ってますね。ここ天井も薄っぺらいんですごく聞こえるんですよ。河原に雨が当たる音がですね、もうめちゃめちゃ聞こえてくるんですよ。それでもですね、ちょっと傘をさして、はい、行ってみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、それでは早速お散歩に行ってみましょう。結構雨が降ってますね。はい、ちょっと大変です。あの、自撮りでですね、ちょっと今どんな状態か、はい、ちょっと撮ってみたいと思います。カメラ起動して、これですね、自撮りするとこんな感じです。いや、カメラそんなに目立たないですよね。はい、小さいんでそんなに大げさに映らないと思います。はい、どんどん歩いていってます。あ、手がですね、結構広角にカメラ映ってるんで、はい、手が入ってますね、すいません。はい、で、あと雫がレンズについちゃったんですけど、やっぱそれも気づけないんですよ。はい、なのでちょっとですね、自然に流れ落ちるまで雫がついたままになってますけど、はい、どうですかね、手ぶれもそんなにないですよね。手ぶれというか、まあ、手では持ってないんですけど、はい、今早送りしてるんで結構カクカク映ってると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと手が入ってるんで気になりますね。まあ、これはですね、編集で、はい、まあ、もうちょっとですね、拡大すれば、はい、画面の外に行くので、今日はちょっとあえて手が入ったままになってますけど、はい、まあ、この辺はなんとかできると思います。はい、まあ、次からは気をつければいいので、はい、で、ちょっとですね、通常速度に、はい、戻すとこんな感じですね。はい、全然ブレてないですよね。はい、なかなかいい感じだと思いますよね。やっぱ GoPro はいいですね。本当におすすめです。これから YouTube 始めようとか思ってる方ですね、ぜひ GoPro は準備した方がいいと思います。はい。八幡神社の横を通ってですね、ここ裏山に登る階段があるんですけど、ちょっとあの視聴者の男の子からですね、ここを登ってほしいという要望があったので、はい。今日はちょっとですね、雨降ってるんですけど、天気がいい日に、はい、ちょっと登ってみたいと思います。はい、まあ、いつもの道なんですけど、はい、今日もですね、ちょっとスーパー北富士に寄りたいと思います。まあ、今スーパーというかちょっとショッピングセンターですね、富士グラン。はい、ケニーさんがいた頃より、まあ、一回り大きくなってる感じですね。はい、では中入っていきましょう。はい、で、あの富士のテーマソングも一緒にお楽しみください。これお惣菜でですね、覆面、まあ、覆面と書いてますけど覆面ですね。はい、で、丸寿司、あとはみがらし味噌とかですね。はい、懐
懐かしいものがいっぱい売ってます。はい、帰ってですねお昼ご飯にしたいと思います。それではお家に帰りたいと思います。北富士の裏側ですね、ここの道子供の頃よく通ったんですよ。はい、まあ、近所の方しか使わない道だと思うんですけど、はい、ここを曲がってですね、これすごく屋根が低いんですよ。こんなに低かったかな、ちょっと低すぎるなと思ったんですけど、はい、完全に頭が当たっちゃうんですよ。こんな感じですね。はい、まあ、車で来たら確実に屋根がなくなっちゃいますね。いや、こんなに低かったですかね。まあ、ここを通ってた頃ケインさんまだ中学生だったので、はい、ではこのままお家に帰りたいと思います。今日はですねちょっと GoPro 首にかけるですね付属品を使って、ね、撮影してみました。完全に手が入ってますけど、でもなかなかですね使い勝手いいですね。両手が空くので、まあ、ほんと楽なんですよ。いや、雨の日はですねちょっと撮影諦めてたんですけど、これがあったらですね傘も持てるので、はい、ちょっと撮影の幅も広がるんじゃないかと思いました。はい、で今回使用した GoPro はですね、GoPro 9単体だと5万4000ぐらいですね。ケニーさんはこういったセットで予備のバッテリーとあと SD カードがついて、まあ、大体6万円ぐらいのものを買いましたね。あと手持ち用のスタンドも、確か別で買ったと思います。はい、で今回使用した首掛けのネックレスタイプはですね、こちらですね891円、はい、これと同じものを買いました。はい、なかなかいい買い物だったんじゃないかと思います。ちょっと簡単なもので不安だったんですけど、はい、特にですね映像がブレることもなく、すごくですねよく撮れたと思います。はい、これからもですねどんどん多用していきたいと思います。よかったらですね皆さんも参考にしてみてください。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ケニーさんでした。